はい、キヌです。育てて日本人形パート3を撮っていこうと思います。それでは進化させましょう。どうなるんでしょうか。あ、耳はさっきありましたっけ。お母さん息したいのお花欲しい。お花が欲しい。あ、近いな。今度は、あ、違う。タップをしたいわけですよ。この時に、はい、なんかタコみたいになってますね。ドアップ。これがまあ見たいだけなんですけど、はい。あ、先にこっち見ましょうか。今はここですね。こんな感じですね。はい、ではあげましょう。次に行きましょう。はい、どうなる。花ができました。お母さん、すー、息、おいしいね。もう、息、できるよ。ちょっとかわいいですね。さあ、多分どっかから落ちてくると思うんですが、早く、おお、落ちてきたというか、現れたって感じですかね。さて、黒いの、はい、あ、キツネですね。キツネになりました。なかなかいかつい。こっち取っときましょう。ここですね。はい、こんな感じですね。なんか毎回してるんですが、なんかまあどんな感じなのかなみたいな感じなんですけど、はい、次に行きます。髪の毛が若干生えましたね。お母さん、お月様キラキラ、お星様キラキラ、可愛いの、素敵なの、大好きなの。いいですね。毎回なんか一回はこれ挟みますね。では黒いのなんかぼやぼやっとしたのを見たいんですが、うわ、これはこれで怖いですね。次行きましょうか。だいぶ上げないといけなくなってきましたね。なんかいろいろひび割れてますね。お母さん、おはよう、こんにちは、こんばんは、挨拶全部言えたよ、褒めて、いい子だね、はい。あー、黒いの、おー、これは怖い。プルプルさせましょうか。恒例のプルプルを。結構溜まってるんで、明かりが溜まってるんで、もうちょっと続けていこうかなって思います。10個ぐらいまでいきましょうかね。あ、綺麗な肌になりました。お母さん、生まれる前お腹の中でお母さんの愛情たくさん感じたよ。産んだんですかね。子供を産んでこう人形みたいな
ちょっとよくわかんない感じですけど、はい、黒いの、よし、よー、もう黒いのっていうか黒くなかったですね、青いのでしたね。プルプルさせましょうか。あー、なんかちょっと人らしくなってきて、あのプルプルは逆に怖いみたいなところもありますね。どうなりますか。あ、人っぽく、もっと人っぽくなりましたね。お母さん、お母さん、私嬉しくて体必死に動かしたよ。痛かったな、かな、ごめんね。え、どういう風に、あ、お腹の中でってことですかね。さあ、次の変身みたいなのはどういうのなんでしょうか。待ってる、あ、これはもう心霊ですね、完全に。恒例のプルプルいきますか。うん、やっぱ人に近づいてきた方が怖い気がします。さてどうなるんでしょう。お、かわいいですね。お母さん、お母さん、さす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 、お腹さすって、優しいお母さんの手。わかります、これはわかります。なんかお腹痛い時にお母さんにお腹さすられると、なんかお腹の痛みがちょっと薄れたような気がしてきますよね。私だけでしょうか。可愛いですね。黒目がちな女の子って感じですね。黒いのは、おー、やばいですね、これは。なんか首が3つ、まるでケルベロスですね。はい、次もいけますね、全然いけます。ちょっとの変化ですね。お母さん、お母さん、食べ物、飲み物、趣味、全部私のため我慢してくれた。なんかちょっと悲しい、悲しいというか感動ですね。お母さんはなんかこう体に悪い子供のために、なんかこう体にいいものを食べてっていう感じなんでしょうね。ああ、うん、怖い怖い怖いとまたちょっと違うけどみたいな感じですね。それでは、まあ、10個一旦正解、正解、成長させたんで、次回に会おう。来ましたね。10個させたので、次回パートに移りたいと思います。それではまた次回パートでお会いいたしましょう。それでは。